どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、毎月500チャルマイルがもらえる au 自分銀行攻略解説ということで動画ねやっていきたいなと思います。ということで今回ですね、 au 自分銀行がですね4月1日よりねリニューアルするんですよね。まあそれに伴ってまあ銀行口座のですね現金をですね積み立てしたりとか、まあまたね au pay とか使ったり aufx とかね使ったりですね、まあそういった取引によって今後ですねポンタポイントがね貯まるようになりまして、これがね結構すごいリニューアルなんですよね。で今回の動画ではですね、解説動画ということでまたね別に実践動画ね出したいなっていうふうに思っておりまして、というのもちょっとね一本の動画にするとねかなり長くなりそうなので、まあ、今回の動画ではですね au 自分銀行のリニューアル攻略解説ということで動画ねやっていきたいなというふうに思っておりますので、ジャルマイルね貯められている方、またね、まあ、今回もらえるのはポンタポイントで、まあ、ポンタポイントを交換するとジャルマイルになるっていった形になりますんで、まあ、ポンタポイント欲しい方ですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということでまずですね、 au 自分銀行はですね2022年の4月1日からねリニューアルされるということで、皆さんね知っておりますでしょうかね。こんな感じで公式サイト出てるわけなんですけども、まあほとんどの方がですね、まあお得情報をね追っかけてる方はね知ってるかなと思うんですけども、まあほとんどの方はね知らないと思うんですよね。 au 自分銀行っていうのはau のね携帯回線の au が、まあ、運営している銀行っていう風になっておりまして、私はですね au 自分銀行ねもう 2,3 年前にね口座開設してるんですよね。まあそれもなんか FX かなんか外貨決済だったかちょっと覚えてないですけども、まあなんかのキャンペーンで口座開設したんですよね。で今はですねこの au 自分銀行っていうのはこの au 自分銀行を保有しているとですねポンタポイントってありますよね。まあこれをね現金化することができるということで、まあ月1回程度ねまあそれを使ってるかなぐらいなんですけども、まあそんなね au 自分銀行がですね4月からねリニューアルが行われてですね、取引に応じて最大ね1680ポンタポイントがね獲得することができるんですよね。こちらねポンタポイントということで JAL マイルにね交換しようと思っていただければですね840マイルね獲得することができるっていう風になりますんで、まあこのね1680ポンタポイントまでね毎月貯めるのは結構ねハードル高いかなっていうか結構めんどくさいので、まあ人によってね変わってくるかなと思うんですけども、まあ簡単にね獲得できるポイントとしてもですねちょっと下がって1120ポイントまでですねポイントね獲得することもできるっていう風になりますんで、まあ最大まで取るぞっていう方はですね1680ポンタポイントね毎月狙っていただいて、まあ、ちょっとそこまでねやりたくないよっていう方はですね毎月ね1120ポイントね狙っていただければなというふうに思いますので、まあこちらねほぼノーリスク、まあちょっと手数料かかる部分あるんですけども、まあそれを考慮してでもですねかなりねプラスの部分がね大きいかなというふうに思いますので、気になる方はですねぜひね挑戦していただきたいなというふうに思うんですよね。で4月1日からですね au 自分銀行がリニューアルされるということで、まずね何が変わるかっていう話なんですけども、まあこういった感じでですねランクのねネームが変わるんですよね。まあ今までねステージ名称ということで自分プラス1から自分プラス5っていうね区分で分けられてたわけなんですけども、今後はですねレギュラー、シルバー、ゴールド、プレミアムっていった形で、まあこういった感じのね、ランク分けがされるんですよね。で、二つ目ですね、取引に応じてポンタポイントがね、貯まるっていった形になります。で、これもですね、4月1日からリニューアル変わるっていう風になっておりまして、まあ取引に応じてですね、ポンタポイントがこんな感じでね、貯まるようになるんですよね。で、レギュラー、シルバー、ゴールド、プレミアムで獲得できるね、ポイント数が変わっているわけなんですけども、まあ入金とかですね、口座振替、キャッシュレス決済、積み立て投資ということで、まあこういったね、取引に応じて、ポンタポイントがね、もらえるっていった形になります。で、こちらですね、ポイントがもらえるんですけども、まあ、青天井でもらえるわけではなくて、毎月ね、上限がね、設定されておりまして、まあ、入金のね、プレミアム会員であれば月15ポイント、口座振替であれば月15ポイント、
キャッシュレス決済、ご利用金額10万円まで月150ポイント、積み立て投資、積み立て金額10万円まで1500ポイントということで、こちらね、合計すると1680ポイントがね、もらえるっていう風になるんですよね。まあもちろんこれはプレミアム会員になったらなんですけども、その1個下のね、ゴールド会員であってもですね、毎月ね、1120ポイントをね、獲得することができるんですよね。またね、レギュラーからプレミアムまでね、ステージがね、変わる4月1日からね、変更になるわけなんですけども、これに伴ってですね、入金、出金、またね、振込手数料っていうのも4月1日からね、変わるっていう風になっておりまして、このね、今までね、この au 自分銀行っていうのは、1回のね、出金でも、ランクが低いとですね、お金が取られてしまう、まあ、出金手数料がね、取られてしまうのが、この au 自分銀行で、まあ、私もですね、プリンってね、結構前に紹介したんですけども、まあ口座からねお金を移すアプリなんですけども、まあそれを使ってね、まあどうにか無料でみたいな感じで利用してたんですけども、本当にねステージが低い方はですね、出金手数料ね一回も無料じゃないので、まあ、非常にその部分がね使い勝手悪かったんですけども、2022年の4月1日からですね、もう何にもしないレギュラー会員、一番下の会員でもですね、入金と出金ね月2回までね無料になりますし、振込手数料もですね月3回までね無料になるっていった形になるんですよね。またね、ゴールドプレミアムとかね、なっていただくとですね、出金手数料が月10回まで、プレミアムは15回まで無料になりますし、まあ、入金はね、何度でも無料になりますし、またね、振込手数料とかもゴールドプレミアムであれば月10回とか15回とかね、まあさすがにね、私もね、月10回までもしてないと思うんですけども、月3回とかだとね、ちょっと私は足りないんですよね。まあだから月5回から10回ぐらいはね、欲しいかなっていうところなんですけども、まあ今回ね、au 自分銀行リニューアルでもうゴールドプレミアムに、ね、なっていただければ月10回とか15回までね、利用することができますんで、やっぱりね、出勤でもね、コンビニとかでね、簡単に下ろせるのってのは非常に便利なのでね、ぜひこういうシステムね、利用していただきたいなっていうふうに思うんですよね。で、まあ今ね、話しているのは、まあ、レギュラーからゴールド、レギュラー、シルバー、ゴールド、プレミアムがあって、まあゴールドとプレミアムのね、話をさせていただいてるわけなんですけども、じゃあこれがね、どういった感じでね、ランク付けが分けられるのかっていう話なんですけども、まあこういった感じになっておりまして、スタンプ制度になるみたいなんですよね。まあ0から1だったらレギュラー、2から3だったらシルバー、4個だったらゴールド。スタンプ5個以上でプレミアムっていう風になりまして、まあこれをね、多く集めると、このステージがね、上がっていくっていった形になるんですよね。で、このスタンプをどうやって貯めれるのかっていう話なんですけども、こういった形でね、記載がありまして、給与の、入金、口座振替、キャッシュレス決済、エンタメ、資金運用、残高ということで、まあこの項目でね、分かれておりまして、こちらを達成していただいて、4とか5とかね、スタンプを集めていただくと、まあゴールドだったり、プレミアムにね、なるって言った形になるんですよね。ここでね、まあ一つのハードルがあるかなというふうに思っておりまして、まあこれ見ただけでね、もうちょっともう嫌じゃないですか。まあせっかくね、新しいシステムで、まあ非常にね、お得はお得なんですけども、なんだこのスタンプ制度はっていう感じじゃないですか。ですので、まあここでね、一つハードルがあるかなと思うんですけども、まず一つ目にですね、スペシャルオファーっていうのがありまして、まあ今回ね、このスタンプ制度を、まあ、4つ集めるとゴールド、5つ以上集めるとプレミアムになれるわけなんですけども、まあ、これをね、もう全部、考えないで、スペシャルオファーっていうのがありまして、こちらにね、スペシャルオファーの条件がありまして、残高ね、資産、残高100万円以上あれば、もう無条件でゴールドにしてくれますという制度があるんですよね。で、もう一個ですね、資産が1000万円以上だったら、もう無条件でプレミアムさせてくれますよっていうね、まあ、スペシャルオファーがあるんですよね。ですので、まあこちらを活用していただくっていうのはね、非常にいいかなと思うんですけども、まあ100万円ぐらいだったらね、結構、現実的かなっていうふうに思いますので、100万円のね、残高がないと利用することはできないんですけども、もしね、どっかの銀行に100万円以上ね、入れている方であればですね、この au 自分銀行に4月1日以降ね、100万円の残高の状態で運用しといていただくとですね、こちら無条件でゴールドっていうふうになりますんで、まあ先ほどのスタ
タンプね全部忘れていただいてゴールド運用できますので、まあこういった形もねいいのかなっていうふうに思うんですよね。でゴールドになればですね、まあこういった形で入金で月10ポイント、口座振替で月10ポイント、キャッシュレス決済で月100ポイント、積み立て投資で月1000ポイントということで、毎月ね1120ポイントはね獲得することが取引に応じてねできるっていった形になるんですよね。ですのでこちらね解約さえなければですね、年間 13,304 ポンタポイントがね、獲得することができるんですよね。これかなりすごくないですかね。いや、非常にね、これ、今回ね、4月1日はいろいろリニューアルされるんですけども、非常にね、すごいなというふうに思ってまして、プレミアム会員の方はですね、1680ポイントなんですよね。まあ、プレミアム会員はね、ちょっとこの後説明しますけど、ちょっと大変なんですけども、プレミアム会員の方はね、毎月最大1680ポイントがね、貯まりますので、こちら年間でね、2160ポイントをね、獲得することができるんですよね。まあ、簡単に言うと、毎年ね1万ジャルマイルがねこれで貯められるっていう感じになるわけなんですよね。でまあゴールドの方はですね、残高100万円ね、入れといていただければもう無条件でゴールドになれますんで、ゴールドの方はねそれでいいかなと思うんですけども、プレミアムをね狙う場合ですね、どういった感じになるかっていう話なんですけども、先ほどねこのスタンプ制度にね戻っていただいて、こちらをね5個以上のサービスを達成するとこのプレミアム会員っていうね、ステージになることができるんですよね。で、こちらの中でですね、簡単なのはですね、まず自動定額入金サービス、で、クレジットカードの、口座引き落としを au 自便銀行にする。もしくは au 残高へのチャージ、こちらはオートチャージですね。もしくはスマホ決済、自分銀行、スマホデビットの利用ですね。また、自分銀行 FX のマネーコネクトの設定、公営協議への入金、資産残高50万円以上ということで、まあ、ここら辺をですね、達成していただければ、まあ、これ全部でね、今言ったのも6個ぐらいあると思うんで、まあ、これの中のね、5つぐらいね、達成していただくと、プレミアム会員ね、なることができますんで、まあ、ここら辺がね、まあ、簡単かなっていうふうに、思うんですよね。で、私もですね、4月1日からね、これ完全にやっていこうかなというふうに思ってまして、まあ、私はですね、定額入金サービスと au 残高へのチャージですね。あと、公営協議への入金。私はね、自分銀行の FX 持ってますので、結構前ね、ポイントサイトでありましたんで、まあ持ってる方もね、いらっしゃるかと思うんですけれども、マネーコネクトの設定ですね。これは FX と au 自分銀行をね、紐付けしていただくと、こちらね、設定ができます。あと、残高 50%、50万以上ですね。これでいこうかなっていうふうに思ってるんですけども、まあ正直ですね、やることっていうとそこまで難しくないんですけども、ただ手間っていう感じなんですよね。ですんでね、まあやってみたいなっていう方はね、ぜひね、やってみるのもね、いいんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあこの後ね、ちょっと積み立て投資の部分で、手数料かかる部分もあるんですけども、まあやるかやらないかはですね、皆さんご自身でね、判断していただいて、まあどっちを狙うか、まあゴールド狙うか、プレミアムを狙うか、まあね、選択していただければなっていうふうに思います。で、FX がね、マネコネクトの設定は、FX のね、口座が必要なんですよね。で、まあ FX 等々をね、利用したいなっていう方はですね、au 株コム証券っていうのが、これの FX なんですけども、これもね、今ポイントサイトに案件がありますので、今ね、ポイントサイトハピタスで20万円通貨ね、利用していただくと1万5000円分のポイントもらえる案件ね、出ておりますので、もしくはね、100円以上のね、取引1回するだけでもね、9000円のね、ポイントがもらえる案件も、こちらは au 株コム証券の、案件で、こちらはポイントターンかな、案件出ておりますんで、まあ、概要欄にね、公式サイト載せておきますので、まあ、もしね、aufx、au 株コム証券のね、この FX の、マネーコネクトとかね、設定されたい方はですね、こちらね、利用して、いただければなと、思います。まあこれのためだけにね、FX でやるんだったらこれを外してそれ以外やってもねいいんじゃないかなと思うんですけども、これもね設定するだけなんで、私も設定したんですけどすごい簡単だったんで、まあ簡単なのは間違いないんですけども、まあそれにねわざわざ口座解説っていうのが入ってくるんで、まあここはねお好きな方をね、選んでいただければなと思います。で、もちろんね、今回のこの話は au 自分銀行のリニューアルの話で、
au 自分銀行の取引に応じてこのポイントがもらえる制度をねうまく使うっていう風になりますんで、au 自分銀行のね口座開設は必須っていう風になりますんで、もしね口座開設ねされてない方はですね、こちらねポイントサイトに残念ながら案件がありませんので、公式サイトからね口座開設ねしていただければなと思います。概要欄にね公式サイトを載せておきます。でまたね au 自分銀行っていうのは持ってない方ね結構いらっしゃるかと思うんですけども、結構便利なんですよ。au 自分銀行っていうのは口座をね持っているとですね、こちらの au pay プリペイド発行することができるんですよね。でこの au プリペイドは何ですかっていう話なんですけども、この au pay プリペイドっていうのはau pay ってありますよね。アメックスからチャージができて非常に便利な au pay ありますよね。あれは、au pay の残高にアメックスがねチャージすることができて、またねそれを au pay が利用できるところで利用することができますよね。まあそれが au pay なんですけども、この au pay プリペイドっていうのは au pay に入ってる残高がありますよね。それがこちらの、でこちらのねプリペイドにも共通でね残高が入るっていう風になっておりまして、 au pay にチャージすると au pay でも使えるし、こちらの au pay プリペイドでも使えるっていうのがこの au pay プリペイドっていう風になるんですよね。これね非常に便利なので、アメックスのねチャージ決済事業とかもですね au pay にねチャージしていくと、まあポイント半額になってしまうんですけども、このね au pay のプリペイドで使えるっていう風になりますんで、クレジットカードが使えることところであればね、まあ、どこでも使うことができますし、レボリュートにもねチャージすることができるっていう風になりますんで、またねこっちでまた 0.5% 還元はね取ることができますんで、結構ねau 自分銀行ね持ってるとこの au pay プリペイドね発行できるっていうのもですね結構いいポイントだと思います。au 回線をね持ってる方はau pay プリペイドっていうのは簡単に発行できるんですけども、回線持ってない人はですねこの au 自分銀行持ってないと au pay プリペイドって発行できないので、まあ、この点はね結構個人的にはねかなりおすすめポイントっていう風になります。それでは次にですね、ちょっと話が脱線してしまいましたけども、今回のね au 自分銀行のリニューアルで取引に応じて、まあ、ポイントがもらえるっていうのをうまくやっていく感じになるわけなんですけども、じゃあ実際にねどれでどうポイントをね取っていくのかっていう話なんですけども、またねこちらの図にね戻っていただきたいんですけども、ポイントはですね今回ちょっとゴールドでね説明させていただきますけども、入金、口座振替、キャッシュレス決済、積立投資、まあ、これでですね取引に応じてポイントがもらえるっていう風になりますよね。で自動入金サービスっていうのをねまず利用すると10ポイントねもらえますよね。でこれが上限が10ポイントなんで、これはこれで終わりですね。で口座振替ですね、こちらはクレジットカードの引き落としを au 自分銀行にねしていただくと、まあ、月10ポイントもらえますよっていう感じになります。ちょっと私はね au pay カードをですね前持ってたんですけども解約しちゃったんで、もしかしたらここ私はやんないかもしれないですね。まあこれはねどのクレジットカードでも au 自分銀行の口座で引き落とし設定していただければ月10ポイント獲得できて、これも上限が10ポイントなんでこれで終わりですね。で3つ目がですねキャッシュレス決済ということで、1万円ごとに10ポイントっていう風になりますんで、こちらね10万円利用していただくと100ポイントがね獲得することができます。で100ポイントが上限ですよね。で、積み立て投資で合計10万円までで月1000ポイントっていう感じになります。まあこれをですねうまく取っていくっていう風になるわけなんですけども、まあ1と2はですね、自動入金サービスと引き落としの設定、これはもう設定してしまえば、まあ、1回で済むっていう風になりますし、まあ、クレジットカードのね引き落としも、まあ、毎月ねある程度使ってるカードを設定していただければですね、まあ、特に毎月ねなんかするっていうのはね必要ないかなという風に思いますので、まあ、これはねこれで OK かなっていう感じですね。実際の自動入金定額サービスも実践のね動画でやり方ね解説しますので、まあ、今回はね、まあ、解説編ということで見といていただければなと思います。それでは次にキャッシュレス決済ですね。1万円ごとに10ポイントで10万円で100ポイントなんですけども、こちらはですね au 自分銀行から au pay にですね10万円オートチャージねしていただければ OK です。でこれね最大がですね
4万5千までしかこのオートチャージっていうのが設定できないので、3万5千ポイントを3回チャージしていただければ、残高が10万5千になりますんで、これで100ポイントをね、獲得することができます。まあ実際のやり方はですね、これも、実践動画でね、解説したいなと思うんですけども、こちら、au 自分銀行から au ペイにチャージしますよね。まあオートチャージで。で、これ、手動チャージじゃなくて、オートチャージじゃなきゃダメなんですけども、これですね、au ペイにね、入れた残高っていうのは、自動支払い設定をすればですね、手数料もかかわらず、自分銀行に戻せるんですよ。ですので、これね、まさにノーリスクでですね、獲得することができるっていう風になりますんで、まあこれはね、かなりおすすめっていう風になります。まあオートチャージの部分がね、ちょっとめんどくさいかなっていう風に思いますので、これがね、ちょっとめんどくさいって思われる方はですね、au 自分銀行からPayPayありますよね。PayPayに10万円チャージしていく。これでもね、OK なんですよ。ですので、まあこちらでもね、いいかなっていうふうに思うんですけども、PayPayに10万円チャージしますよね。で、PayPayから、出金する場合ですね、出金手数料はですね、無料にするには、PayPay銀行のね、口座開設が必要っていうふうになりますんで、まあ皆さんね、人それぞれね、状況違うかなっていうふうに思いますので、まあ好きな方をね、利用していただければなと思うんですけども、私はね、PayPay銀行の口座を持っておりますので、まあau 自分銀行から PayPay にね、10万円チャージして、で、PayPay銀行で出金してノーリスクでポイント取ろうかなっていうふうに思ってるんですけども、まあ、ここはですね、人それぞれね、お好みでいいのかなっていうふうに思います。それでは次の4つ目の積み立ち投資10万円で1000ポイントですね。こちらはですね、外貨積み立てでね、達成させようというふうに思っておりまして、外貨取引っていうふうになりますんで、手数料分のね、コストがですね、だいたい200円ぐらいかかってくるかなっていうふうに思いますので、まあ、ここだけね、まあ、コストがかかるっていう感じですね。取引自体はですね、ユーロで行っていただいて、au 自分銀行のね、外貨の購入っていうのは、購入時はね、手数料かかんないんですけども、売却時にですね、25銭かかってくるっていう風になりますんで、上限はね、10万円分っていう風になりますんで、それに必要なね、ユーロでやるとですね、だいたい800ユーロね、必要っていう風になりますんで、まあこれがね、25銭の手数料かかるっていう風になりますんで、だいたい200円ぐらいのね、計算っていう風になりますかね。ですので、まあここのこの4番で最大1000ポイントが取れるわけなんですけど、でも、まあ、この手数料分を入れるとだいたい800ポイントはね取れるかなっていうふうに思います。で、なんでユーロかっていう話なんですけども、ただ単にですね、手数料と、まあ、レート的にねベストなのがユーロっていうふうになりますんで、まあ、どうしてもドル円でやりたいっていう方はですね、ちょっと手数料上がっちゃうんですけども、別にドル円でも OK です。まあ手数料的にね一番安いのは、まあ、ユーロなのでね、今回の動画ではユーロでね紹介したっていった形になります。ということで今回ですね、au 自分銀行のリニューアルの攻略解説ということで動画ね、撮らせていただいたわけなんですけども、手数料の部分入れてもですね、最大毎月ですね、ゴールドステータスでも920ポイントがですね、毎月取れるっていう風になりますんで、まあちょっとね、手間な部分がありますんで、やりますっていうこと、方と、絶対やりませんっていう方ね、まあ、人それぞれね、あると思いますけども、まあ、ちょっとね、やってもいいかなと思ってる方はですね、ぜひね、挑戦してみていただければなと思います。まあね、ポンタポイントということで、JAL マイルにね、交換することもできますんで、まあ、そう思うとですね、やろうかなって思う方もね、結構いらっしゃるかなと思いますので、ちょっとね、手間かもしれないんですけども、気になる方はですね、ぜひね、挑戦してみていただければなと思います。またね、実践動画の方もですね、今後ね、出したいなというふうに思っておりますので、そちらもね、楽しみにしておいていただければなと思います。ということで、今回ですね、こんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。